これは始まりの物語。おじいちゃん、本当にいなくなっちゃったんだね。僕はどうすればいいと思う？僕に何ができると思う？やっぱり自分じゃ決められないよ。おじいちゃん。あの光は流れ星？天界からの光？ひょっとして神様？これが下界か。草の香りに鳥の声。やっぱり天界とは違うな。でも、それがいい。それで、近くに降りたはずなんだけど、あ、見えた見えた。あの塔を目指していけば、よーし！待ってろよ！オラリオ！オラリオまで送ってくれるなんて、下界の子供は本当に親切だな。神様に失礼な真似はできませんから。ところで女神様、どうして下界に？天界はひどく退屈でね。下界に行きたい神の順番待ちだったんだけど、ようやく僕の番が回ってきたのさ。アルカナムは使えないけど、楽ができない分、ドキドキとワクワクを期待してしまうんだよ。神様は本当に崇高な方々なんですね。あ、そろそろ到着しますよ。では、女神様、どうかご無事で。ありがとう、商人くん。さあ、やってきたぜ、オラリオ！僕の下界生活の始まりだ！さてと、まずは衣食住だけど、確かオラリオに行くと言ってたし、ここにいると思うんだけどな。うん？おいおい、そこにおるわ、まさか。ん？て、ぎっ！くぅ！やっぱどちみか！わ、最悪や！ロキー！何を言ってるんだ？それはこっちのセリフさ。その田舎丸出しっぽい様子を見ると、下界に降りてきたばっかりってとこか？まさかどちび、オラリオに今日構えるつもりやないやろうな。だったらなんだって言うんだ！身の程知らずと笑たるわ。自分みたいな引きこもりのぐうたら女神がうまくやっていけるところやないで、このオラリオは。くぅ、何を偉そうに。あの、ロキ、そちらの女神様は。ああ、レフィーヤ、こんなダメ神に挨拶する必要ないね。こんなんドチビで十分や。ロキ、まさかその子供たちは。ようやく気づきよったか、ドチビ。思とる通りや。みんなうちの可愛いファミリアや。まさかロキのくせにそんな可愛い子供たちを。けど、どうせロキのところだ。ファミリアとして大したことは。無知は罪やな。うちはダンジョン系、いわゆる冒険者を抱えるファミリアの中でも最高トップファミリアやで。なな、嘘をつけ。君みたいな下品な神のファミリアが最強とかありえないだろ。
下品とはなんじゃ下品とは。お二人ともこんな大通りで喧嘩しないでください。思い当たる節がたくさんあるだろう。その真っ平らな胸に手を当てて考えてみろ。まあ、ちーっと胸がでかいだけで調子に乗りよって許さんぞこちび。全然止まりません。ここであったが億年未や、絶対泣かしたろう。望むところだ。もうやめやめ、弱い者いじめなんて思んないわ。なんだと。まあせいぜいあがいてみるといえば、子供の一人も集められんままオラリオから尻尾巻いて逃げていくんやろうけどな。失礼します。くぅ、下界にやってきて早々ってひどくやられたものね。なんだい、慰めてくれたっていいだろ。ここまで頑張って君を探しに来たのに。ごめんなさいね。なんだかこういうの懐かしくって。もうこうなったらロキを見返すくらいすごいファミリアを作って吠え面を描かせてやるぞ。あら、大きく出たわね。ロキのところは本当にオラリオのトップファミリアよ。そんなの知るもんか。やるったらやるんだい。まあ下界に降りてきて右も左もわからないでしょ。天界のよしみで当分面倒を見てあげる。え、いいのかい。何か必要なものがあったら言ってちょうだい。あ、でも面倒を見るのは独り立ちするまでだからね。ありがとう、ヘファイストス。持つべきものは親友だね。もう調子いいんだから。よし、ヘファイストスが手伝ってくれるなら百人力だ。眷属集め頑張るぞ。その前にお腹すいたな。主神様よ、屋台で買いすぎてしまったのだが、一つどうだ？取り込み中か？あなたね、ノックくらいしなさいっていつも言ってるでしょ？まあ、取り込んではいないけど。天界の旧友が訪ねてきたのよ。ん？おお、いい匂いだね、ヘファイストス。それは何だい？ああ、これはオラリオならどこでも売ってる屋台料理で、名前は…ジャガマル君だ、幼い女神様よ。食べてみるか？下界にはこんな料理があるんだね。いざ！そうであろう。下界はすごいな。こんな美食が屋台で食べられるなんて。くぅ、天界から降りてきて正解だったよ。そんなに喜ぶとは思わなかったわ。下界には他にもいろいろな料理があって面白いわよ。あとヘスティアは読書が好きだったわよね。子供たちが作った書物もここにはあるわよ。おお、美味しいものに面白い本、まさに僕のためにあるような世界じゃないか。ではこれで手前は失礼する。主神様、邪魔をしたな。ありがとね、椿。じゃがまるくん、ありがとう。美味しいものに面白い本、楽しい生活になりそうだな。
ちょっと、エスティア？本ばっかり読んでないで、いい加減に子供の勧誘を始めなさいよ。言っとくけど、ファミリアの旗揚げはそう簡単に行くもんじゃ。ああ、明日からにするよ。娯楽の宝庫だね。楽園はここにあったんだ。ねえ、ヘファイストスもそう思うだろ。出てけー。あー、痛いじゃないか。なんだよ、いきなり引きずり出すなんて。善意で仮住まいをさせてやってるっていうのに、毎日毎日何もせずにぐーたらと。ヘファイストス、あんたを甘やかしたのが間違いだったわ。下界の厳しさを味わってきなさい。そんな、本は、食べ物は、自分で何とかするのよ。もう二度とうちの敷居はまたがせないからね。冗談だろう。いきなりそんな過酷な生活をさせる機会。本気よ。そんなの嫌だよ。ちゃんと本気出すからね。いつから？明日から。やっぱり出てけ。ヘファイストスのやつ、ちょっと下界の生活を満喫してただけじゃないか。3ヶ月くらいゴロッとしてたっていいだろ。はあ、まあいいさ。ファミリアを作って住まいなんかもすぐ見つけ出してやる。まあせいぜいあがいてみるといいわ。子供の一人も集められんまま、オラリオから尻尾巻いて逃げていくんやろうけどな。ロキを見返してやるためにもね。僕だってこれでも神の端くれ。ちょっとでも見れば子供たちのことなんて丸わかりさ。あの子は気が合わなそう。あの子は不良。あの子はちょっと若すぎるな。あの子なら。いや、エルフ君。見たところどの神とも契約を結んでいないようだけど、僕のファミリアに入らないかい？失礼ですが、女神様、お名前は？僕はヘスティアさ。ヘスティアファミリア？聞いたことがありません。新規ファミリアだとしたらホームは？今の団員数は？資金のほどは？え？え？ファミリアの運営方針は？ダンジョンでお金を稼いできてほしいなぁ、なんて。あ、神クズを見るかのような目を向けられた。僕は神なのに！まだ一人目だ。始めたばかりだし、勧誘を続けていけば一人くらいは。アホか！そんな赤に決まっとるやろ！ロキ！何の用だい？ヘファイストスのホームから追い出されたことを笑いに来たのか！
想像以上に悲惨やんか。だあ、もう突っ込みきれんで。ちょいと見さしてもろたけど、あんなんじゃ子供はけえへん。知ったような口を。普通はな、都市の外である程度ファミリアを形成して資金とか準備してからオラリオに来るもんやで。え、そうなのかい。そらそうやろ。子供たちやって死にとうない。しっかりした組織に入りたいに決まっとる。それはそうだけど。それにファミリアの展望もあらへんかったらどうしようもないバカ神認定されるで。バカ神？この僕が信用できないダメ神だっていうのかい。ファイタンのとこ追い出された時点でダメ神やろ。やっぱドチビはドチビやで。くっそー、何も言い返せない自分が辛い。もう自分なんか茶化す価値もないわ。一人でも金属見つけてから出直すんやな。少しは張り合いがいのあるやつになって戻ってき。ロキのやつ、絶対にファミリアを作ってやるからな。勧誘再開だ。あんた、追い出してまだ一日しか経ってないわよ。子供たちったら、全然ファミリアに入ってくれないんだよ。うわぁ、お腹すいた。ヘファイストス。お金なら貸してあげたでしょ。今度は何？子供たちの勧誘は愚か。生活費を稼ぐ仕事すら見つからないんだ。はあ。ヘファイストス。アルカナムが使えないとほんとげっぽくなんだから。雨をしのげる場所がないんだ。そもそも住む家がないと子供たちが入団してくれっこないって気づいてしまったんだ。ヘルプミー。ほんとに自分の甘さが嫌になっちゃうわ。本当に、本当にこれっきりだからね。バイト先も紹介したんだから、あとは自分で何とかしなさいよ。頑張れ。まったく、もう戻るわ。頑張りなさいよ。うん、本当にありがとう、エファイストス。ギエギエ、なんてものを押し付けるんだ、ヘファイストス。いやいや、贅沢は言ってられない。住めば都さ。はぁ、狭い部屋なのに、なんだかとっても広いな。天界じゃ一人でいるのは慣れていたけど、ロキやヘファイストスのところは賑やかそうだったな。ロキもヘファイストスも、他の神々だって。子供たちに囲まれて、みんな幸せそうだった。誰も、天界じゃ、
あんな顔してなかったのに。くそ、寂しくなんかないぞ。今日はもう寝てやる。僕の眷属はどんな子なんだろう。幼い僕に、あの人はそう言った。英雄譚を片手に、幼心の憧れを抱いてやまなかったあの頃。小さな僕を見下ろしながら、笑うでも怒るわけでもなく、ただ淡々と。あの人は、確かにそう言った。あの人の言葉を覚えている。あの人の眼差しを覚えている。あの人の浮かべた笑みを、決して忘れない。決めたよ、おじいちゃん。僕、冒険者になる。もういなくなってしまったあの人のたくさんの言葉を、大切な思い出を、僕はこれからもきっと、ふとした拍子に思い出していくのだろう。おい、ボズ、見えてきたぞ。あ、本当ですか？ほら、あれだ。すごい。オラリオを初めて目にする奴らはみんなそう言うぜ。迷宮都市オラリオ、富も名声も運命の出会いだって、何もかもが手に入る世界の中心。俺は仕事柄いろんな国を回るんだがよ、あんなところは二つとね。山奥の村に住んでた僕からしたら、どんな国もすごいですけど、ここは、なんていうか。言いたいことはわかるぜ。俺も初めてここに来た時は震えたもんだ。あそこには数えきれねえ人と物が集まる。多くの神々も、それこそ他の国とは比べ物にならねえくらいだ。冒険者もいるんですよね。当たり前だろ。あそこにはモンスターの潜む魔窟、ダンジョンがあるんだ。坊主、お前も冒険者になるためにオラリオに行くのか？はい。そうか。なら、いつかお前が有名になったらクエストを頼むぜ。クエスト？はい。そうなったらいつでもどうぞ。楽しみにしてるぜ。もう待ちきれない。おじさん、僕ここで大丈夫です。おいおい、まだ着くまでかかるぞ。大丈夫です、走っていきます。ありがとうございました。わけってのはいいな。それにしても、冒険者になるか。死ぬんじゃねえぞ、ボズ。どんな冒険者がいるんだろう。どんな出会いがあるんだろう。本当に神様がたくさんいるのかな。英雄は本当にいるのかな。僕も英雄譚のように何かになることはできるかな。
次の者。はい。通行許可証はあるか。何か必要なんですか。見たところ旅人ではないようだし、君も冒険者になるために来たんだろう。はい。なら大丈夫だ。君のような冒険者志望の人間は何百人何千人とこの都市にやってくる。素直に取り締まっていたらキリがないんだな。とりあえずファルナの有無だけ確認させてもらう。とりあえず背を向けてくれ。はい。これは他国のファミリアや密偵、犯罪者の都市侵入を防止する検問だ。このマジックアイテムで簡単にそれがわかる。何を言ってるか全然わからない。また可愛い面をしたやつが来たもんだな。もしかして冒険者？どうしてオラリオに来た？食いぶちを稼ぎに来たなんてつまらない理由じゃないだろ。金か？名声か？それとも女か？ダンジョンに出会いを求めに。なんだそりゃ、そんなこと言うやつ初めて会ったぞ。面白いなお前。はしゃーな、勤務中だ。そう言うなって、お前らギルドは真面目すぎる。まったく。君、冒険者登録するにはまずギルド本部へ行ってくれ。もろもろの説明もそこで受けられる。ありがとうございます。ただし登録の条件はファルナを授かったもの、神のファミリアに入団していることが最低条件だ。何か聞きたいことはあるか。今なら何でも答えてやるぞ。本当ですか。それじゃあ、冒険者にとって一番大切なことって何ですか。いい神と巡り合えるかだな。こればっかりはギルドも面倒を見てくれはしない。いい神を見つけ出すのはそいつの腕の見せ所だ。あとはそうだな、運だ。運、なあ、冒険者に最も必要な力でもある。勉強になりました。ありがとうございます。頑張れよ新人。はい。うわぁ、僕のいた村じゃこんな風景は一生見られなかっただろうな。たくさんのデミヒューマンに冒険者。夢みたいだ。なんだろう、あの人だかりは。何ですか、この人だかり。ロキファミリアだよ、ロキファミリア。遠征から帰ってきたんだ。お前、オラリオに来たばっかりなのか。ロキファミリアを知らないなんて、どこの田舎者だよ。いいか、あそこはオラリオでも一二を争う派閥でな、第一級冒険者を多数抱えた実力者集団なんだ。そんなすごい人たちが。だからこんな人だかりが。今回はダンジョンの真相から帰還したらしいぞ。巨人殺しのファミリア、本当に恐ろしい集団だぜ。強そうな人がいっぱい、しかも武器や防具もたくさん。まるで英雄譚の一幕みたいだ。お、ありゃ元気じゃねえか。元気が拝めるなんてついてるぜ。元気、剣の姫か。よく見えないけど、あの女の子もすごい冒険者なんだ。パルームにエルフにドワーフ、いろんな人が活躍してる。第一級冒険者か。そんなすごい人たちに
僕もなれるかな。